なんと百五十回目おめでとうさくのき BayFM 宮脇さくの今夜さくらの,桜の木の下で BayFM おの皆さんこんばんはアイズの宮脇さくですリアルタイムで聞く方は今日もハッシュタグさくのきでツイートよろしくお願いしますさあなんと今夜さくらの木の下で百五十回目ですおめでとうございます百五十回かえなんか もう1000回ぐらいした感じだったんでまだ150回かって感じなんですけどいやでもすごいですね150回いやー本当に今回もですね韓国で一人の収録なんですけども今回も横にはスイッチは一応ちゃんとありますでもあの収録中には触ってないので皆さんごかしないでくださいさあ150回目はですねなんか私自分でラジオ聴くことあるんですけど私めっちゃ滑舌悪い方じゃないのになんかしたったらずっていうのかな なんかちょっと滑舌が曖昧なところがあるので <laughs> 150回目はですね、あの滑舌,に気滑舌に気をつけて頑張っていきたいと思います <laughs> さあまずはメッセージからこんなメールをいただきました懸命にさくらさん一生のお願いをここで使わせてくださいとあります神奈川県ラジオネームしみしょうさんですありがとうございます 放送自体はずっと聞いてきたのですがついに自分にもさくらさんに読んでいただきたいっていう欲が出たので初めてメールを送らせていただきました私は高校三年生の受験生です今状況が状況なので学校も塾もなく家で勉強漬けの毎日ですさくの木が毎週の生きがいですさくらさんは誰にも負けない強い意志だったり諦めない心を持っていると思いますそんなすごい人じゃない <laughs> どうかモチベーションというか何かアドバイスやエールをください さくらさんのエルで元気100倍になりますいつもさくらさんからエネルギーもらってます本当にありがとうございます今年はイベントに行けないんですが心の中でずっと応援していますといやー一生のお願いをここで <laughs> いいんですかねありがとうございますメールいや本当絶対大変ですよね受験生の皆さん学校も行けなく塾も行けなくっていう状況できっと不安いっぱいだと思うんですけども でも清水さんきっとお家でねずっと勉強頑張ってると思うのでその頑張りがいつか報われると思うので受験生の皆さんもぜひ受験頑張ってていい結果お待ちしてますあの私はそんなにすごい人間ではないんですけどもでもねみんな状況は変わらないので逆に今ここで頑張ったらもっともっとこう有利になれるかもしれないので今辛い時期だとは思うんですけども皆さん頑張ってください。 それでは今夜のオープニングナンバーです。次元生の皆さんの応援になるような明るい曲をセレクトしました。聞いてください。アイズワンでアップ。PayFM 宮城桜の今夜桜の木の下で。今週もメールを送ってくださった方の中から抽選で一名様に新作の桜の木 T シャツをプレゼントします。ご希望の方は希望のサイズ S、M、L、XL の他にあなたの郵便番号、住所、氏名。

なんと毎週本当にたくさんのメールをいただいていますありがとうございますではご紹介していきますラジオネーム村美さんありがとうございますさくちゃんこんばんはこんばんは毎週さくのき楽しみに聞いています最近さくちゃんはずっとあつ森にはまっているということなんですけど私はスーパースターアイズ n ンにはまっていますですが背景で歌って踊ってるアイズワンのみんなが可愛くて可愛くてゲームに集中できなくてよくゲームオーバーになっちゃいますさくちゃんもスーパースターアイズ n ンやってますか もしやってるとしたらお紙面は誰に設定していますか看護学生として大学に通っている私は今コロナの影響でオンライン授業で勉強を頑張っているところですもし将来またこのような大変な状況になった時には看護師として患者さんの不安を緩和することや看護ケアを頑張っていきたいですコロナが収束したら大好きなアイザンのみんなに会いたいですさくちゃんもアイザンのみんなも体調に気をつけてくださいねまた会える日を楽しみにしていますとありがとうございます ね、アイズワンのスマホゲーム「スーパースターアイズワンが最近配信スタートになりました私も配信日にやりましたあてかそもそも私はもうあの出るって決まってあの予約ダウンロードみたいなのがあったんですよそれからしてたのでちゃんとウィズワンをしてるんですけども設定はえ悩んだんですけどなんか自分の写真の写り気になって自分を締めにしたら自分が出やすいかなと思って自分にしました おめはででやったんですよ一番最初って無条件でカード引けるじゃないですかあのファンの皆さん結構なんか「S カード2枚出た」とか書いてる方結構いて私も自分の「引いたろう」と思ってやったんですけど S カード出ないんですよ。で私リセマラっていうのをしたんですねリセマラっていうのは一 <laughs> 回アプリ消してもう一回引いたんですねカードもう一回2回目。ででも出ないんですよ S カード 自分ののゲームなのにそれがショックで、まあ、そのままやりましたもうだから S カードじゃなくて最高が AAA ぐらいでしたかねで私もやってみたんですけどえ村美さんと一緒で私も後ろのその背景ゲーム中の背景がライブ映像なんですよとかミュージックビデオとかなんですねだから普通にそっちを見たくなっちゃってあこの時なんかこうやってたなとかちょっと反省会をしちゃうんですよそのゲームをしながら。<laughs> だからあれ背景普通の画像じゃないと私多分クリアでできないですねしかも私はもう結構音ゲーやってきた身なのでスタンダードぐらいだと大丈夫なんです余裕なんですけどハードがやっぱ急な難しさあれ押すところもめっちゃ増えるし急ですよねあれ。あれが本当に難しいですねハードが早くクリアできるようになったらいいなって思いますね。 さあ続いて福岡県ラジオネームエコバッグさんからですありがとうございますさくちゃんこんばんはこんばんは福岡から初めてメールを書きますスーパースターアイズワンにハマりすぎてメールを送ってしまいました今までスマホのゲームやったことなかったのですが大好きなアイズワンのゲームが出ると知ってダウンロードしたところゲーム中の映像もカードも眼福すぎて見事にハマりましたそこで質問なのですがゲームの中で黄色い連続音で左右にスライドしないといけない時がありますよね あれをうまくやることありますか黄色のスライドができなくていつまでもイージーえイージーもイージーレベルから抜け出せませんゲームアースターゃんのアドバイス待ってますいやイージーもできないのはマジでやばくない <laughs> ゲーム中の,その黄色い連続音で左右にスライドするところは左右にスライドしたらいいんですよ <laughs> あのでも <laughs> あの音ゲーの本当にガチでやりたい人は あのこれ楽しみ方間違ってるんですけど私はあの音を切る無音でやるんですよ。そしたら引っ張られないから音に、もうそこを押すボタンを押すということに集中できてクリアはできるんですけど楽しくはないですよね。だからどっちを取るかって話ですね。<laughs> でもイージーから抜け出せないのはなかなか初めてやったのかな音ゲー。まあの難しいですよね。あのぜひいっぱい聞いて練習して。 ぜひイージーレベルから抜け出してみてください。応援してます。ついで神奈川県ラジオネームリエリンさんありがとうございます。今日、さくちゃんデザインのファンクラブ特典ぬいぐるみが我が家に届きました。帰るもんなら全員分集めたいぐらいの可愛さ。 そして何より息子が大喜びでぬい、ね、ぐるみサクちゃんを抱きしめたりかわいい <laughs> チョコを食べさせてあげたり一緒にアニメを見たりしていますサクちゃんデザインのグッズ次に作りたいものは決まったりしますか次の画伯の作品も楽しみにしていますサクちゃん銀河一スペシャルラブとそしてサクちゃんぬいぐるみとうちの息子ですという写真も送られてきましたえもうこのリエリンさんとリエリンさんの息子さんよくねハイタッチ会とか来てくれてもう家族ぐるみで応援してくれてありがとうございます えこれ私,私はまだもらってないあもらえるのかな <laughs> もらってないんですけどファンの皆さんが結構そのぬいぐるみでなんか遊んだりしててすごい微笑ましくなりましたね思ったよりちっちゃいですよねあこういうこと言っちゃいけないのか <laughs> えでもそれが可愛くてあの私も早くこのシリーズのもっとなんか指人形とか,なんかシルバニアみたいなの作ったりとかしたいなと思いました皆さんがそうやって人形遊びをしてるのを見て。 あと本当に私はぜこれ1個しかもらえないじゃないですかみんなでも全員分私も本当に集めたいなと思ったぐらいこの人形の出来はなかなかクオリティ高くていいなと思うのでただね売れないじゃないですか特定なのでだから違うグッズで今度ぜひね発売して全員分集められるようにできたらいいなって思ってますのでまあできるかわからないですけど楽しみにしてください続いてラジオネーム まるちゃんよりまるちゃんさんありがとうございますさくちゃんこんばんはこんばんは4月19日の11時くらいについに我が家にも桜が来ましたいつ来るのかとずっと待ち望んでいたのですごく嬉しかったです やはり思っていた通りに可愛いどこに飾ろうかどこに置いたら桜ら喜ぶのだろう迷いました「鬼滅の炭鉱簿の隣」「ジョジョの隣」「メリーゴーとサニーゴーの隣」「決めました」「作者の好きなローの隣に多分これが正解だと思いますねと」と正解です私の大好きなローの隣にありがとうございますこのまるちゃんよりまるちゃんさんなんと毎日メールをくれてるらしいですすごい集まりはやってないけど島の名前も送ってくれたそうで 先日冷蔵庫が壊れたので急速冷凍瞬間冷凍急速解凍思いついたそうです面白い TMI ですね毎日メールありがとうございますさあ続いてラジオネーム暖かい日だからさんありがとうございます くらちゃんこんばんは。こんばんは。アイズンメンバー情報でとても気になることがあります。それは日本語についてです。プラメでうんびちゃんがひらがなを書いていたり民ジが漢字も使っていたりチェヨンの写真に日本語を練習しているノートが写っていたりメンバーたちはどんどん日本語が上達しているのでしょうか。日本の番組に出演されていた時に意味が伝わるし十分上手だと思っていたのですがもっと日本語が伸びたメンバーいますかああ、これは私たちもそうだったんですけどこう。 日本語を勉強したいと思ったメンバーは日本語のレッスンとかを受けたりしてたんですけどその受けた中で一番上手くなったなと思ったのはチェオンですかね何がどう上手くなったって言うと難しいんですけどチェオンは日本語上手になったなと思いましたね早くこう日本の番組に出てそのチェオンの日本語の上手さを教えてあげたいですね本当に可愛いんですよチェオンの日本語で、でも 私的には私もプラメ撮ってるからあれなんですけど、うんびちゃんの日本語って何なのかわいんんですかね <laughs> なんかねな韓国語も私読めるから韓国語では結構なんかかっこいいこと書いてるんですようんびちゃんって時々。な <laughs> のその下に急に「<laughs> 今日は楽しかった」みたいな,んか,なんか小学生の日記みたいななん,かなんていうの一言日記みたいな夏休みに書かされるじゃないですか <laughs>。そういうのが書いてあってそれがすっごいかわいくて。 私やっぱりアイズワンの中で一番日本語を使ってて可愛いなって思うのはうんびちゃんですかね本当ににんか今のまんまでいおしいって思います続いてラジオネームシュンシュンさんからですありがとうございますさくらさん佐久野きスタッフさんこんにちは初めて投稿します3月末から在宅勤務が続いており仕事以外の世界との関わりは家族を除くとたまの オンライン飲み会と最近弟と妹に勧められて始めたフォートナイトくらいです仕事中にサくの曲を聴いて癒されています前回の放送でポエマーっぽい直接的じゃない歌詞が好きと話していましたが私もそれがすごく好きですちょっと前にさくらさんが1 0センチのフォンサートをかけていたのでご存知かもしれません 10cm が少女時代のユナさんとコラボした特殊軍トルタムキレポンもそんな曲です 実は私も詳しく知らないのですが恋人と歩くと別れてしまうという特殊群の石垣道というのが韓国にあるらしくおーあなたとだったら特殊群の石垣道を一緒に歩いても別れないイコールそれぐらい好きという可愛い曲ですえー、知らなかった私は今度韓国に行ってどんな道なのか見に行こうと思っています、はい、あいの韓国メンバーはこのジンクスご存知なんでしょうかそれとさくらさんが信じてるジンクスはありますかもしあれば教えてください さくらさんも健康にはお気を付けください。また、さくらさんにお会いできるのを楽しみにしていますと。とおー知らなかったですね。てか、この曲自体も知らなかったので、ちょっと今度聞いてみたいと思います。そこを恋人と歩くと別れちゃうって、結構辛いジンクスがつけられてますね。<laughs> ええ。でも、そこを歩いたの別れないっていうの、ちょっと可愛い表現ですね。今度聞いてみたいと思います。私が信じているジンクスですか。 なんだろうなへ、えー、でも私結構そういうの信じない派なんですよなんか絶対嘘でしょって思っちゃう派なので信じないですけどジンクスじゃないけど願掛けみたいなので今日は頑張りたいステージだって思った時は自分のお気に入りの香水をつけてこう気分を切り替えるのが最近の私の願掛けかなそれぐらいですかね。 さあそれではここで1曲こで曲の曲はですね私のおすすめの曲なんですけどもこの曲日本の曲なので知ってる方いらっしゃるかなこの時間だと結構重ための曲になってしまうんですけども <laughs> なんか歌詞がですねすごく。 うーん心にしみるというか最後の最後まで聴いてほしいんですよねこの曲は一番最初に僕が死のうと思ったのは海猫が遊ばせで泣いたからとか誕生日にアンの花が咲いたからって何でもない日常なのにそれを見てうん心がこう揺れて傷ついたりとかしてしまうんですねだから人の心ってすごく脆くて繊細なんだなって思うしでもそんな 自分を助けてくれたのはあなただったっていう最終的には意味としてはいい歌詞になってるのでぜひこの曲最後まで聞いてみてくださいそれでは聞いてください中島美香さんで僕が死のうと思ったのはベイエフェーム宮脇さくらの今夜さくらの木の下でさくもりニュース宮脇さくらはいつまであつもに熱いのかあつも動物の森の魅力を語ってコーナーですいやー今週もまだまだですよなんて言ったって アップデートがされまましたおめでとうございます <laughs> あの紙、ー、アップでですね常吉がやってきていろんなイベントも追加されてあと何よりも低木の追加これ本当にやってない人ってどういう気持ちでここのコーナー聞いてるのかすごい気になるんですけどどういう気持ちですか大丈夫ですかね本当に今言ったことも絶対理解してないですもんね本当に申し訳ない。 本当に申し訳ないけど5分ぐらいなのでちょっと我慢して聞いてくれたら嬉しいです <laughs> えっと最近はあそう商店街みたいなのを作ってご飯屋さんとか中華屋さんとかそのご飯街を作ってこう屋台みたいにしましたねあとは温泉街を一回また一から作り直して男湯と女湯を作ってこうもうちょい広めの温泉 を作ったりとかそんな感じです <laughs> さあメールを紹介していきましょうまずはラジオネーム小さい頃の夢はアメリカバイソンさん大阪の方ですありがとうございますさくちゃんこんばんはこんばんはいつもさくなき楽しく聞いています弟と数年前のさしことそれゆつやに参戦してからさくなこのファンですあつもりほしくして抽選頑張ってるところですが島の名前を考えてみましたひょっこりほうたんじまおっと,っと 世界中の誰よりきっとあこれ世界中の誰よりきっとあ、これ誰の歌ですっけあ中山美穂さんの曲え題名もしかしてあっそうなんだあ、今初めて知りました「世界中の誰よりきっと」って歌は「世界中の誰よりきっと」っていう題名でした <laughs> これいいですねでも実数オーバーなんだあそれがちょっと惜しいですね看護師でテレワークできないのですが通勤時にひまわりと 早送りカレンダーを聞いて今日も頑張ろうとパワーをもらっています。ありがとうございます。さくちゃんもお体に気をつけてくださいね。これからも応援していますと。ああ、今の状況で看護師さんはすごく大変だと思うんですけども応援しています。アメリカバイソンさんも体に気をつけて頑張ってください。さあ続いてのメッセージはちょっとお名前が見当たらないんですが。件名が テン・コ・ローリン・アイ・タタタさんになってます。ありがとうございます。クラーニ、こんばんは、こんばんは。春からファースト jk。オニョンと同い年の水なんです。若い。今、世界では大変な時期ですが、こんな時だからこそ、家でできることを楽しもう。と、母と姉二人と一緒に、先日からアイズ・アンチを見返しています。とても楽しみすぎて。 で興奮していたのか見終わった後階段を降りようとして思い切りすってんころりしてしまいました大きな音がして歯にびっくりされましたがアイザンチューを見て楽しんでいたおかげでその時は痛さを感じませんでしたしかし夜になり寝ようとした時すってんころりの痛さが私を襲ってきました明日もアイザンチューを見てすってんころりの痛さが最大しないようにします最後にこんな私にクラウンから高校での新生活の応援メッセージが欲しいです PS のの無人島の名前は カンちゃん、倉島の資源をペッチワにしたいです。ああ、ペッチワ。ペッチワは韓国語の取らないでという意味のペッチマと書けています。以前の作久の木でカンちゃん、嫌な友人が倉の島に来て、カンちゃんが倉鬼の島を侵略してたのを聞いて、ネタで作ってみました。と、おお、え、すぐなんで韓国語できるんだろう。まずは高校での新生活、応援してます。頑張ってください。最近は、あの、家永、私があの、ジンベエザメを釣った時に。 遊びに来てもくれましたかねそうあと最近見たのがあのイエナの島のの島動物めっちゃみんな可愛いんないですよあの気に入らない子絶対まあ、追い出してるからなんですけど私もそうしてるんですけどにしてもイエナの引きがすごい強くてだからもう家ナのせいでチーズがね来ちゃったんですけど <laughs> その話を先週サカのキでしたじゃないですかそしたらファンの皆さんが「チーズがかわいそう」って言ってたので、ね。 シーズンはねあのちゃんと私は可愛がってますよただ外に出ていきたいって言った時は引き止めないですけどね <laughs> さあ続いてラジオネームスティックのりさんありがとうございます初投稿ですさくちゃんこんばんはこんばんはいつもさくの木に元気をもらっています先日の放送でさくちゃんは動物の森のドレミちゃんが推しだと聞きました私もドレミちゃんのことを過去のシリーズから推していたので同じ子が好きだったなんてこれは運命と嬉しくなってさくちゃんに親近感が湧きました トレミちゃんの「デシカ」っていう口癖すごく可愛いですよねそしてひーちゃんもあつりを始めたそうでアイズワンのあつり人口がどんどん増えていることにびっくりですそこでメンバーたちは自分たちの島にどんな名前をつけているのか知りたいです最後にこれからもずっと応援し続けます大好きですとちなみにスティックのおりさんの島の名前は鮭弁当だそうですあの弁当シリーズめっちゃ多いですよね食べるのが好きなのでどうにか食べ物の名前を入れたかったそうですと弁当シリーズ多いですね メンバーの島の名前はあのー、誰だったかな誰だったかなイ長ナ,ナがチェーソンチェーソンなんかすいませんすいませんみたいな意味の島の名前でカン、えー、ちゃんがねこれプライメでも言ってたんだよなカンちゃん何だったっけななんかでしたでゆじもなんかでした <laughs> 全然覚えてない <laughs> でひーちゃんはあヒひーちゃん言ってたんだよな なんか可愛い名前パンなんとかななん…なん,もうんも覚えてないし <laughs> アヒーちゃん何だったっけなあ…なんかでした可愛い名前でした <laughs> あとはあそう私ドレミちゃんが推しなんですよでドレミちゃんもとあとリチャードっていう先週言ったそのアヒルの子が推しであと最近新しくできた推しがペーターっていうそれもバンビなんですけど性格がめちゃめちゃ可愛くてなんかすごい ななんんて言ったら超いい子なんですよペーータもうめっちゃ可愛くてあの本当にもう推しですねあともともとみんな口癖があるじゃないですか動物たちがでもどんどん仲良くなっていくと口癖変えたいとかあの私の呼び名クランの呼び名を変えたいとか言ってくるんですねで提案ができるんですよだから私は動物たちに全員「クラヤ」って私のことを呼ばせてますで口最後の「 口癖もクラヤにしてるのでクラヤー何々クラヤーっていうな韓国語っぽい可愛い口癖をつけましたなんかそういうところもつけれるのでマジであつ森って髪毛だなと思いますね 続いてラジオネーム中村さんありがとうございますさくちゃんこんばんはこんばんばは。さくらちゃんが勧めてくれたあつ森を私も発売当日に買い私も貴重なのですが外出自粛も伴い日々コツコツと楽しんでいます以前さくらちゃんのキムクラ島にはコアラが3匹いると言っていましたがまだいるのかな 私の島にはなぜかペンギンが3匹集まってきています。最初はなぜと思っていたのですが、ペンギンのずんぐりむっくりな感じが可愛くて、他のペンギンキャラの子たちもどうにか集まらないかなと。無人島に行ったりしています。さて、島クリエイターを解放してはや3週間くらい経つのですが、あつ森から動物の森を始めた初心者でセンスもない。私にはどこから手をつけたらいいのかわからず。youtube でいろんな方の島を見ながらこれやりたいと想像ばかり。膨らみ。逆にどっからどう手をつけたらいい,かからい。 わからず停滞しているところです土木工事もお手の物のさくちゃんに聞きたいのですが土木工事を進めるコツはありますかあつ森実況の youtube が見れることを本当に楽しみにしています体に気をつけて頑張ってくださいとありがとうございますあの実況の youtube はですね今日ついに机を頼んだのでやっともう少しでできるようになると思うっで、もう少しお待ちください あのでもコアラ3匹いるって言ったじゃないですかでもコアラ1人いなくなりました追い出してしまいましたすいません <laughs> でもこれ本当に全然このメールと関係ないことなんですけど本当にすごいなと思ったのが私の島にいた時にあげていたプレゼントとか服があったんですけどそれが他のメンバーの島に引っ越したんですねそのコアラの子がとか他の 動物たちがそしたらそこの島で私があげたプレゼントを飾ってたり、私があげた服を着てたんですよ。伏線回収すごくないですか？私なんかゾッとしちゃって、なんかそんなこともできんのあつ森と思って本当にすごいゲームだなと思いましたねえ。土木工事のコツはですね。もう土木工事を進める段階に来てしまった方にはちょっと遅いんですけど、とりあえず動物たちの家とか。 お店ととかか全部部をとににく一部分に回集めるんですよ最初自分が自由でたに例えれる時にそしたら後々土木工事をする時に空いてる場所がいっぱいあるので毎回毎回移設をせずに自分の空いてるスペースで工事をしてでちゃんと場所を確保してから動物たちの家を移設したり博物館を移設したりできるのでそのお金の面でもまずは。 土木工事をすすするるススペースを確保するってことですねであと一番は自分のやっぱ家からみんな手をつけることが多いと思うので何からしたらいいか分かんないって方はぜひ自分の家周りから土木工事進めていったらいいんじゃないかなと思います。 本当に何か集まりのラジオみたいになってる <laughs> 続いて引き続きメール紹介しますラジオネームシナさんありがとうございますさくちゃんこんばんはこんばんは先週の放送で島の名前を送ってくださいと話されていたので初めて送りますズバり島の名前は斉藤です3年前母が再婚して 名字が変わったのですが今の名字に変わる前が斉藤だったのでこの名前に決めていますただ全然スイッチ本体が手に入らなくてやりようがないので最近はずっとスマホのポケモリと 3DS の厚盛りを一からやり直していますアイズアンの音ゲーも楽しみですこれまでさくちゃんも好きなレッドベルベットさんが所属している事務所のスーパースターシリーズを配信初日からずっとえ すすごいいやり続けています学校が始まるまでどのくらいのレベルまでいけるのか楽しみですとあの音ゲーのやつなんか世界の1位とか,なんかランキングも出るじゃないですか皆さん本当に寝ずにやってますよね本当やっぱ私の集まりも一緒ですけどゲームって本当に中毒性があるので皆さん本当に気をつけてください何にもできなくなるので。 さああなたが自分の無人島に名前をつけるなら何という名前にしますか漢字は使えずひらがなカタカナ英字の小文字大文字の4種類です文字数は島も含めて12文字島の読み方は島島島島でも OK ですメールは作アットマークベイ FM.co.jp 作アットマークベイ FM.co.jp までそれでは今夜のラストナンバーですこの曲はですねすごく今の時間にぴったりの曲なんですけども うーんこういう深夜とかに好きな人のことを思い浮かべたら会いに行きたくななるじゃないですかでもその好きな人が寝ていたらその人の睡眠を除外してしまうから申し訳ないと思ってあなたのことを思うからあなたのもとに蛍の光を届けるよっていうなんかその優しさが愛なんだなっていうのを感じられるすごく心温まる素敵な。 歌詞になっています。聞いてください。あゆでスルーザーナイト。ベーフェーム宮城桜の今夜桜の木の下で、アイズワン宮城桜がお送りしてきた。BFM ェム。今夜、桜の木の下で、いかがだったでしょうか？あの最近、桜の木を毎週収録してるじゃないですか。毎週一本ずつ。なので、一週間の速さがえげつないです。なんか、今までは一回につき三本撮りとかしてたので。 なんか話すこともいっぱいあったんですけど正直もう話すことがない1週間の内容薄すぎて <laughs> 私最近本当に何をしてるかって言ったら最近はほぼ毎日ボイトレイを受けててあとはまあ集まりはもちろんしますしあと作曲作詞とかもしますし、まあちょっとキムチチゲを食べてるっていうこと4つしかないんですよだから4つの しか話すことがないので本当にひねり出してるので内容がないかもしれないんですけど皆さんあの質問メールとかね相談メールとかしてくださったら嬉しいので <laughs> お待ちしています最後にメールをご紹介したいと思いますすラジオネームなっちゃんからですありがとうございます。 サクちゃんこんばんはこんばんばは。今までラジオにメールを送ったことがなかったのですが4月18日のプラメを読んだ勢いで初めてメールを送ります当たり前の毎日って当たり前じゃなかったと同じようにどこにいても同じ空をおよく見にしますが今までは確かにそうっちゃそうなんだけどねと思ってましたでも約束の時間になった途端「サクメール」にあふれる各国各場所の空の写真を見てすごく感動しました。 アイズワンサクちゃんは本当に多くの国の人に愛されてるんだなと思ったしその多くの人たちとサクちゃんとが同じ空でつながってるんだなとどこにいても空は同じは本当にその通りなんだなと感じました。 今本当に感動してるんですけど語彙力がなくてうまく伝えられなくてごめんなさい辛いことはいつもより多いけどアイ z o ンはビタミンなのでアイ z o ンを見て乗り越えたいですいつかまた会える日絶対行きますよね楽しみにしていますザクちゃん大好きですとありがとうございます実際に空を一緒にね見ていた方々から本当にたくさんメッセージいただきましたありがとうございます、ね、先週も少しお話ししましたがそのプライベートメールでみんなで一緒に夜10時半に空を見ようと 私が呼びかけてある国ではこうトレンド入りした国もあったそうです日本韓国だけじゃなく世界中の人がまずプラメを撮ってるってことにも驚きですしそもそもねそれでその時間に、まあ、国によっては朝だけど見たよって言ってくれる人もいたりとか本当にに何かその空がつながってた瞬間に心もつながってる気がして私も心があったかくなりました。 で今は辛いことも多いですしウィズワンに会えない日々がずっと続いていて私も早くウィズワンがいるステージでパフォーマンスをしたいってすごくずっと思っているんですけどもそうやってまた会える日は必ず来るのでそれまでお互いに健康でいましょう。皆さんこうマスクをつけて消毒うがいなど必ずしてください。 ここでアイズワンのインフォメーションです韓国でのファーストアルバムブルームアイズただいま楽曲配信中またアルバムも輸入版を日本で購入することができますアイズワン DVD 付きフォトブックカレンダーアイズワンスプリングコレクションシークレットダイアリー発売中日本ではタワーレコードなどでも購入できますそしてアイズワンのスマホの音ゲーリズムゲームスーパースターアイズワン配信中です ぜひ遊んでみてくださいアイズワンの最新情報はアイズワンジャパンオフィシャルサイトやアイズワンジャパンファンクラブなどでチェックしてくださいそしてメンバーをより身近に感じることができるプライベートメールもどうぞ番組宛にメールを送ると毎週1名様に抽選で新作の作の T シャツ当たりますご希望の方はあなたの郵便番号住所・氏名・電話番号希望の T シャツのサイズ SMLXL も忘れなく メールは saku.bfm.co.jp saku.bfm.co.jp まで一名様にプレゼントします応募の締め切りは5月6日の番組スタート前までです詳しくは番組のホームページをチェックしてくださいこの後は BFM インターネットラジオを聞きながらメールよろしくお願いしますというわけで宮脇さくらの今夜さくらの木の下でお相手は宮脇さくらでした来週もこの時間にさくらの木の下であなたを待ってます